激しい争いとなっていますヨーロッパ予選のグループ7。現在2位のベルギー、そしてそのすぐ後ろをトルコが追走します。両チーム勝負だとの差を詰め寄るか、フランスへの切符を狙います。素晴らしいムードになりました。ヨーロッパ予選グループの7です。トルコ対ベルギーの一戦、トルコのイスタンブールアリサミエンスタジアムです。解説はおなじみ戸塚圭さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。相変わらずのトルコのこの独特のいいムードですね。そうですね、まあ、ホームで強いっていうのもよくわかりますよね。はい、はい、そのトルコなんですがベルギーにすでに2対1で負けています。そうですね、はい、まあ、ただこのあのサンマリノに勝ったことですね、まだ十分あの予選突破圏内にいると思います。はい、はい、あのベルギーに負けた試合というのは後を引かないんでしょうか。そうですね、はい、まあ、この4月2日のオランダを破ったっていうのは非常に大きいですよね。これがね、はい、破綻の1点、はい、はい、まあ、ですからあのベルギーとトルコが、まあ、現状ではですね、はい、見争いをしているという状況ですね。一方ベルギーなんですが、ご覧のようにまずトルコに勝ちました、はい、でその後サンマリノに勝ちました、まあ、ちょっと渋い勝ち方ですよね。そうですね、はい、そしてご覧のようにオランダに敗れたわけですが、このあたりはどうなんですか。まあ、このオランダに敗れたのも非常に痛かったんですけれども、はい、まあ、ウェールズにちょっと 2-1 っていうスコアもですね苦しみましたね、はい、オランダあたりの爆発ぶりを見るとですね、はい、ちょっと物足りなさがあるのも事実じゃないでしょうか。はい、これがここまでの勝敗表ですが非常に面白い、まあ、オランダは一歩抜け出しておりますがベルギーとトルコですね、はい、そうですね、さらにはウェールズを、はい、ウェールズはただちょっとあの負けっぷりが派手でしたので厳しいでは、はい、厳しいんじゃないでしょうかね。なるほどね、はい、2位争いが熾烈になってまいりました。トルコとベルギーの直接対決、果たして今日はどうなりますか。どうぞお楽しみに。この番組はザ・スポーツカンパニーナイキの提供でお送りします。シリーズトヨタのワンメイクマシンを使いテクニックを競い合う未知の才能を秘めた若きドライバーたち。トヨタアトランティックシリーズナザレスは今日午後2時からの放送です。スヌーカー97インターナショナルオープン、知性と品性の華麗なる共演スヌーカー、世界を股にかけ活躍するトッププレーヤーたちがこの大会に参加しています。スヌーカー97インターナショナルオープン決勝は金曜日午後4時からの放送です。ベルギーワールドカップ予選大詰めを迎えようとしています。トルコのイスタンブールアリサミエンスタジアム、熱狂的なトルコのサポーターが詰めかけています。ホームではとにかく強いですね。そうですね、まあ、ガラタサレなんかに象徴されるようにですね、はいはい、この今映っていたオクタイですか、はいはい、彼確かサンマリノ戦であの、いい働きしたんですよね、はいはい、11番の選手です。まあ、キープレイヤーということでしょうです。キープレイヤーということでしょうけども、はい、まあ、ハカンとですね、トゥガイっていうホットラインがありますので、はい、まあ、逆に言うとこの若い彼なんかがですね、はい、どれくらい絡んでくるのかっていうのが鍵になってくるんじゃないですかね。なるほど、はい、スターティングメンバーです。キーパーがルスツ、レセプ、ブレント、トルナイ、ハカン、アリフ、タイフン、オグン、ハカン、トゥガイ、オクタイです。
注目のハカンは9番ですが、まあ、戸塚さんとオランダ戦を中継しましたが見事な働きをしましたね。そうですね、まあ、長身ですけども非常に足元が柔らかい選手ですよね、はいはい、一方こちらはベルギーです。これはクラッソンですね。そうですね、はい、まあ、彼はナポリですか、はい、セリアのナポリの所属ですよね、そしてこの人がオリベイラ、この人はフィオレンティーナ、はい、やはりイタリアです。まあ、このところちょっと試合出てない、ワールドカップ予選代表入ってない試合もあったんですけどね、はい、今日は出てきてますね、さあこちらがベルギーのスターティングメンバー、キーパーがデビルデ、クラッソン、デルーバー、ファンメイ、スミッツ、ファンデルエルスト、シュテーレンス、ルイス・オリベイラ、ムペンサ、シーホ、ファンケルツ、ホッホーヘン、まあ、というわけでかなり名前が通っている選手も多いわけなんですが、そうですね、まあ、注目といいますか、はい、シーホなんか久しぶりですからね、ぜひ楽しみにしたい選手ですけども、そうですね、はい、まあ、ベルギーといえば PSV に例えばあのイニスなんていうストライカーもいますけどね、はい、今日は出てないですね、現在シーホはどこで活躍してるんですか。シーホはフランスのモナコですね。そうですか、はい、あ、もう優勝がほぼ確定という、そうですね、あ、モナコでコンスタントに働いたんでしょうか。ちょっとあの怪我なんかしてて、戦列を跳ねる時期もあったようですけれども、そうですか、世界的な人気を誇りますシーホ。さあ今トルコのキックオフで45分が始まりました。右に白いトルコ、赤のベルギーは左にエンドを取っています。これ戸塚さん、しかし楽しみですね。そうですね、今回のワールドカップ予選、このグループ7も熾烈です。さあゴール前に早くも来ました。やはりオランダが一歩抜け出しているという評価通りオランダが出ていますが、ただまあこの組は本当に混戦と言っていいと思いますね。そうですか、サンマリノを除いた全ての、はい、まあ、チームにですね、はい、スタート時点ではチャンスがあったんですけども、残念ながらウェールズがちょっとここに来て落ちてきてますね。そうですね、はい、さあ早くもこれトルココーナーキックになりました。あ、全くちょっと板とずれましたが結果オーライです。一度戻します、前に送ります。やはりターゲットマンはハカンということになりますが、そのハカンに合うことなくキーパーのデビルデまでボールが行きました。ベルギーです。とにかくこの音が、はい、歓声が大きくてなかなか聞こえないんですよね。すごいですね、さすがにトルコですね。とにかく内弁慶とも言われました。逆を言うならばホームでは圧倒的な強さを見せます。今のはハカンです。後ろから抱え込まれました。この人、オランダ戦でのハカンは本当に素晴らしい活躍。ただあれもオランダが押していたゲームなんで、本当ワンチャンスを生かしたっていう感じですかね。本当にそうですよね、しかしそこにはやはり非凡なものが随所に伺いました。ハカン、トルコボールに変わります。これトルコはおおよそこのメンバーはユーロのメンバーですね。そうですね、まあ、監督は変わりましたけども、はい、メンバー的には欧州選手権のですね、はい、出場選手がベースになってますね、はいはい、したがって油の乗り切ったいい年代ということが言えるんじゃないでしょうか。まあ、あの年齢的にもですね、はい、まあ、ハカンが25、トゥガイが26、このあたりの選手が揃ってますんでね、はい、さあ遠目からですか。ディフェンダーに当たっています。最後蹴ったのはハカンでしょうか。ちょっと分かりません。あ、違いますね、はい、左足でしたね。そうでしたね。あ、どうやらハカン・ウンサルの方です ね、はい、ファーサイドです。ちょっと最初からキーパーが非常に忙しくなりました。デビルデ、ベルギーです。ベルギーは今大会のこのチームの顔ぶれというのはどうなんですか。まあ、あの怪我人というのもあるんでしょうけども、はいはい、ちょろちょろと変わってるんですけどね、まあ、ただベースになるメンバーというのは変わってないと思いますので。そうですか、はい、シーフォも予選を通してフルに出てるというわけではないですからね、はい、先ほど言いましたように怪我してましたんで、今10番のシーフォ、キャプテンマークをつけていますが、ワンタッチがありました。この人が注目のオリベイラです。ルイス・オリベイラ、果たして爆発しますか。フィオレンティーナではバティストゥータとコンビを組んでいます。ただそのフィオレンティーナではあまり噛み合わなかったんですね。そうですね、さあこの人がクラッソンです。この人もイタリアでプレーをしています。かなりこの人は運動量のある選手です。
前に持っていったのはデルーバ。さあチャンスになりますか、ベルギー。シュートは打てません。逆襲トルコです。早い展開ですが途中でチェックに遭いました。赤いユニフォームがベルギー、白いユニフォームがトルコです。今日はトルコのホームです。この両チームというのはすでにベルギーがすでに勝っています。2対1という試合がありました。あれはベルギーホームでした。まあ、ベルギーとしてはやはりここであのアウェイですけどね、はいはい、トルコを叩くことができれば2位がですね、まあ、確保できるというわけではないですけども、はい、ちょっと一歩抜けることができますよね。トルコはホームで敗れるとこれダメージあります。ただまあヨーロッパの場合は、はい、2位の場合ですとあのプレーオフをしなければいけないと多々ありますんでね、一番いいのは1位で通過することなんですけれども、はい、まあ、しかし戸塚さんとはそのワールドカップ予選で各地区をちょっと中継しておりますので、例えばのコンカカフなどに比べますと非常にやはり熱気が違って、そうですね、面白いものを感じますね、はい、まあ、あの北中米カリビ海コンカカフの地区っていうのは本当に上と下の実力差が激しいですからね、今日のこのカードは屈指の好カードです。グループ7、トルコとベルギー、前に持ってったのはタイフンです。一度開きます。あー、いい上がりです。リターンをもらいました。センタリングチャンスを伺うのは取れない。これがシーホです。オリベイラ、いや、この人は無偏差です。シーホの位置というのはかなりトップ下あたりなんですか、それとも下がり目なんですか。やや下がり目ですね、トップ下というよりもあのむしろ昔に言うゲームメーカーっぽいポジションですね。そのようですね、はい、ボールを奪ったのはアリフ。両チーム無得点できています。まもなく6分になろうとしています。さあトルコの攻め、がぜん歓声が違います。ロングクロスを狙いました。ここにハカンがいます。ハンメイ、最後はキーパーデビルデ、10番がクガイです。まあ、このクガイの左足っていうのもあのトルコにとっては大きな武器ですね、はい、まあ、ベルギーは、4番のファン・メイですかね、はい、あのハカンについている選手ですけども、まあはい、彼がいかにハカンから自由を奪うのかっていうのが一つ鍵になるんでしょうね、クラッソンです。この人は右を担当します。ムペンサ、このムペンサというのはどういう選手なんですか。ね、まあ、あのご覧のようにですね、はい、黒人の選手ですけども、はい、どうですかね、ちょっとあのアヤックスのババンギーダとかですね、ちょっとその雰囲気ですよね。あんな雰囲気の選手でしょうかね。僕もすみません、あまりわからないんですけれども、非常に似てますね、匂いがね、ムペンサ、まあ、ちょっとあまり見たことがないんで楽しみですね。はい、楽しみですね。ベルギー7分を過ぎています。ワールドカップ予選、トルコとベルギーはグループの7、2番手を追走します。この両チームは重要な一戦、直接対決です。キーパーのデビルデ、気温は14度というのが試合前の報告でした。お天気は曇り、まあ、今ナイトゲームで行われています。ピッチ状態は非常にいいという報告です。なかなかこのディフェンスをかいくぐってフィニッシュまで持っていけませんか。差し物トゥガイもボールを取られます。ハンメイ、前にはムペンサ、そしてちょうど中央にオリベイラが駆け込んでいます。トルコ、レセプ、ブレントから長いボールです。
例の左足ですね、そうですね、まあ彼の左足だったらこの辺はもう十分シュートレンジですね、はいはい、序盤からシュートを放っているのはトルコです。イスタンブールアリサミエンスタジアム、かなりキャパシティがありそうです。今のはベルギーのファウですかね。トルコボールになりました。あー、このプレーです、はい、シュテーレス、ベルギーのサッカーは何か大きな特徴というのはあるんでしょうか。そうですね、やはりベルギーというと僕は、はい、シーホですとかね、あるいはクーレマンスとかですね、はい、そういったタレントばかりがすぐ頭に浮かんでしまうんですけれども、まあ、80年代の初めの頃はですね、はい、赤いユニフォームですけど赤い悪魔って呼ばれた時もありましたしね、はい、欧州選手権で準優勝した時、そんな時でしたけども、はい、まあ、なかなか優れた個人がいてチームとしてもどうでしょうかね、ヨーロッパ この上位にランクされるような位置に80年代から90年代にかけて来たと言えるんじゃないでしょうかね。ムペンサからオリベイラ、あーっと足元滑った。いや今いい形だったんですけどね、本当ですね、もったいないですね。いやいや、これはオリベイラも悔しいでしょう。トップスピードに入りました。ムペンサからパスをもらいました。その後足が滑りました。逆襲破綻です。一旦戻します。ここにタイフン、さあトルコチャンスになりますが、トゥガイ、この人は左足ちょっと合いません。トルコの方は大体攻め方は、はい、先日のオランダ戦と変わってないですね。同じようですね、はい、まあ、7番のタイフンあたりが左から出てきますけども、はい、最終的にやはり10番のトゥガイを経由して攻めを作るぞという感じですもんね、はい、1分を過ぎました。この人はクラッソンです。ただまあベルギーも中盤にですね、はい、例えば6番のファンデル・エルストとか7番のシュテーレスなんていうのは、はい、非常に経験豊富なベテランですからね、うん、でしかも10番にシーホがいると、前線にはオリベイラいますし、はい、少ない人数でも点が取れそうな雰囲気はありますよね。そうですね、はい、ブレントから中に入れてきました。この人はオグンです。この人もいい選手です。シュートは、あ、かなり息が白く見えます。気温は14度という発表。このオグンという選手もいいですよね、そうですね。12分を過ぎました。これはあえてベルギーはなかなか攻め込めないというか、ディフェンシブに戦ってるんでしょうか。それとやはりトルコが上回る攻めを見せていると、トルコがとりあえずホームだから積極的に攻めているというのはありますよね。1対1の局面抜けました。フィニッシュまでいきません。プレーはついています。シーフォー、シーフォーはまだ後方に置き去りのまま、ケロックフォーテン、これはゴール前だ、入ってしまった。トルコ残念、ベルギー1点先行です。押しに押していたトルコ、しかしベルギー数少ないチャンスを待つものにしました。これはベルギーは狙い通りと言っていいんじゃないですかね。狙い通りですね、これは、はい、パス1本でディフェンスラインの裏通りましたからね、そして今のはオリベイラ、キーパーのルスツはこれどうだったんでしょうか。ここでタイミング完全に崩れました。そうですね、まあそこにボール通された時点でもキーパーとしては非常に苦しいですよね。あ、まあこれはトラップミスだったのか、
あのようにコントロールしたのか、はい、これは微妙なところ。前に持ち出したかったと思うんですよね、多分ね。ただそれがうまい具合に転がりましたね。後ろからオグンですが、全くこれは通りません。いやー、オリベイラが取って1対0。まあ、今あの自陣でパスカットしまして、はい、シーホーがですね、11番のケルク・ホーゲンに流して、はい、そこからのパス1本ですからね。そうでした。非常にシンプルですけれども、ただまあ狙い通りでしょうね。はい、しかしディフェンスがそこいなかったですね。そうですね、まあ、本当に早い段階のクロスでしたんでね。このシーホーからです。ただまあこれで試合自体は非常に面白くなるんじゃないでしょうかね。はい、アウェイのまずベルギーが1点を取りました。こうなってくるとトルコは応援の後押しもあります。猛然とこれから点を取ってくるでしょう。まあ、トルコにも当然この1点のビハインドでしたらホームですからね、はいはい、反発する力はあるでしょうし、トルコが出てきたらベルギーとしてはですね、さらに裏を突くっていう怖さもありますからね。はい、面白い展開が予想されます。第三者としては非常に面白い展開だと思いますね。本当ですね。ハカン戻して、ブレント、キーパーのルスツ押しまれます。先ほどのプレー、持っていけない、まあ、ハカンですかね、はい、ちょっと判断ミスのような気がしますね。周り使ってもよかったと思いますけど、左上がってましたしね。はい、上がってましたからね。今度はクガイ、早いリスタートです。タイプン、これはファールの数。クガイ右足から前、合いませんでした。タイプン、すでに1点を取っています。ベルギー、確かにあの戸塚さんのお話のようにしてやったいの1点でありました。押されていたそのベルギー、ワンチャンスを生かしています。最初のシュートじゃないですか。そうですね、そうですね、はい、今度は右からシーホー。でもシーホーは1対2ぐらいの局面でしたら確実にボールをキープできますからね、はい、ああいう選手が中盤にいるっていうのも本当にこういうアウェイの試合では非常に心強いというんですかね。本当ですね、はい、クラッソン、さあチャンス、シーホへ上がってきたらファンメイ、まあ、あの人数的に揃ってない形での攻めが多いでしょうからね。ベルギーとしてはやっぱりミドルレンジからガン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 打っていくんじゃないですかね、はい、このところ経験不足と言われながらもとにかく捨て身で確実にチーム力を上げてきたトルコ。あのユーロ96も念願の初出場ということになりますが、今や侮れないチームの一つ、そのトルコが今1点ビハインドです。トルコはワールドカップは54年の大会に一度だけでした、はい、今のところは、まあ、今回は本当に久しぶりのチャンスですよね。うん、大きなチャンスですよね、オーグンからのスルーパス、あーっとこれはホイッスルありません。アドバンテージを見ました。いい展開です。ちょっと足元滑りますか、ハカン・ウンサル。ちょっと、はい、足元が滑るようですね。そのようですね。オリベイラも滑ってましたけどね、はい、ちょっとところどころスリッピーな部分があるようです。まあ、こういうベルギーは地高中心でしょうね、はいはい、なるべく長い時間ボールをキープして、まあはい、タイミング隙があったら前線まで行ってシュートを打っていこうという感じですよね、はい、スミッツ、スミッツ、あー危ない、ゴール右に外れました。いいシュートですね。いいシュートですね、何かあのキーパーがちょっとバウンドの感覚を失ってるような ね、そうですね、危なかしさがありますね。
先ほどはこのオグンが戻りきれませんでした。この人はブレント、前にいるのは7番のタイフンです。いやいや左サイド、11番のこの選手はケルク・フォーフェン、先ほどは最後のパス、いいパスをオリベイラに供給しました。ケルク・フォーフェンはどういう選手ですか？これはですね、ベルギーのリエージュというチームに所属しているんですけども、はい、左サイド中心のようですね。あ、そうですか、はい、ただまあやはりニリスのような選手がいなくてでもですね、ガーッとシュート、オリベイラシュートですね、はい、このように対応してしまうっていうのはやっぱベルギーも選手層が厚いんだなという印象を受けますね。うん、いやしかしオリベイラはやはり生き生きとしてますね。今日は、かなり切れてますね。いいですね、はい、イタリアでブレイクしましたオリベイラ。フィオレンティーナそのものは確かカップイナスカップ敗れましたね。そうですね、はい、しかしあれは死闘でありました。まあ相手がバルサでしたからね、まあ、せっかくアウェイで引き分けたんですけどね、はい、ホームでは残念ながら 2-0 ですか、はい、クラッソン、もう一度クラッソン、ベルギーの選手がチェックします。ちょっとトルコが前に行けなくなりました。序盤とは打って変わっています。20分を過ぎました。何か局面の違いというのは出てきましたか？1点取ったことによってベルギーの守備がちょっと締まってきましたよね、はいはい、まあ、よりこう集中力が高まってきたといいますか、はい、序盤はあっさりとトゥガイにペナルティエリアの近くでボールがつなげられてしまうなんていう場面がありましたけどね、守られますとちょっと厳しいですね。厳しいですね、まあ、ハカも長身なんですけども、はい、ベルギーの最終ラインも長身の選手は揃ってますよね、はい、さあコーナーキック、このセットプレーは大事です。トルコ1点を追います。ハイボールになりました。ジャンプ、オーグンがジャンプ1番、しかしこれは届きません。もう一度今度はレセプ、もったいないですね。ちょっと今オリベイラがチェックに来ましたんでね、はい、その分パスの正確性を変えてしまいましたね、はい、シーホ、シーホーってのは本当にとにかくボールに触る回数が多い選手ですよね。多いですね、そうですね、で決して持ちすぎませんね、はい、スペースを見つけてシーホーです。いいところに飛び出します。そしてこのパス、シュート狙える、シュート、キーパー弾いて、シーホーです。最後はムペンサ、いや本当にプレーはシンプルなんですけどね、はい、シーホーは、はい、効果的に動くといいますか、今のシーホの一連の動きは実に鮮やかでしたね、はい、最初は左サイドでボールをいじくってたんですけどね、はい、スーッと右に流れてきて、はい、あっさりラストパスですからね、はい、さあもう一度シーホです。まあ、当然ベルギーがこのシーホを中心に攻めるんだぞっていうコンセプトがあるのは間違いないんでしょうけども、はい、そうですね、そしてまたこのムペンサとオリベイラの2人、これうるさいシュート、キーパールスツ、このムペンサはあれですね、ちょっと思い出したんですけども、はい、今年2部に上がってきたクラブがあるんですけども、ベルギーの、はい、モスクロン
がムスクロンというクラブなんですけど、はい、そこの選手ですね。ああ、そうですか。2部に上がってきたチームですか。2部から1部に今年上がってきたクラブがあるんですけども、いわゆる地方のクラブですね。はい、で、攻撃の中心を担っている選手だと思います。そうですか、はい、これなかなかしかしいい選手ですね。トルコ、ここは守り、ベルギーのしかしこのシーホの位置を見るだけでも面白い。この選手は台風です。発煙筒の煙がちょっとたなびいています。イスタンブール、さあ低いボールで入れました。ハカン、センタリング、いい形、ハカンゲーム、面白いヘディングは、いいヘディングシュートです。ハカンが開いて、ハカンがファーサイドに流れて、そうですね、ヘディングシュート。ただまあ最後まで判明ですかね、はい、今のは、はい、まあ、一応ついてましたからね、はい、判明ですね。いや、このハカンのしかシュートも実に角度もないところよくついていた。判明カバーしたのは最終的にはクラッソンですか、はい、はい、右サイドのクラッソンがついていました。でもハカン今のは一連素晴らしい動きですね。いいですね、はい、何度かご紹介した通りトルコのファンバステンと言われた男です。あっと足元滑りました。ホイッスルありません。とにかくご覧のようにトルコの応援、攻勢の時には大拍手、大歓声、危ない時には大ブーイング、相手はやりづらい。さあもう一度ハカン、ゴール前です。キーパー、あーキーパー素晴らしいですね。今のはデビルで、シーホ、はい、なかなかあの難しいコースですけどね、はい、さあ今度は一転してベルギー、この人がそのムペンサ、シーホ、あーっとボールを取られました。これトルコチャンスです。ディフェンスが薄くなっている。トルコの攻めの人数はハカンだけ前、そして今2人、合わない、ちょっと狙いはトゥガイ、はい、ツートップの動きが重なってしまいましたね。そうでしたね、むしろあれ中央に絞んなくても両サイド分かれててよかったですよね、はい、そうですね、ただやはりこのトゥガイが前を向くとトルコチャンスになりますね、はい、逆にベルギーは彼を前を向かせちゃうともう非常に危険な状況に陥りますね、はい、13分にオリベイラが決めています。1対0、今ベルギーがリードしています。トルコ白、そしてベルギーが赤です。チャンスになりましたね。センタリングまで持っていきますか、うん、コーナーキックですね。ケルック・フォーヘン、いやしかし戸塚さん、かなりこれあのスリリングな面白い試合ですね。そうですね、まあ、あの両方とも2位を争うだけあってですね、はい、ちょっと実力もありますからね、状態もいいようです。今日のシーホー、ショートコーナーを狙いますか。シーフを入れました。キーパーパンチング、いいボールです。ちょっと足元がやはり滑ります。しかしこれは一旦してトルコの攻め、あ猛然とシュートまで、あかん、いやしかし狙ってきます。ちょっとあの上がりが 遅いなと思ったんですけどね、はい、間に合いまして、よく合わせてきましたね。今ハーフボレーですけど、ハカンがしかし爆発しませんと、これなかなか点には結びつきません。なぜこのような選手がしかしイタリアでは成功しなかったのか。シュート、キーパー、今のポストですかね、ゴールキーパーですかね、どちらか微妙でしたね、はい、ちょっとリプレイでご覧いただきましょう。あっと、もうすでにコーナーキック、ハカンです。ヒールでさーっと抜けない、抜けない、シーホー、しかしファウルを奪ってトルコのセットプレーになりました。
今度5番がハカウンサル、ちょっとじりじりとあのトルコが攻めてきましたね。はい、ベルギーキーパーデビルデ、今日はナイスプレーです。ここはベルギーちょっと耐え時ですね。はい、さあこのセットプレー注目です。ゴール前だ、ベルギークリア。29分を過ぎています。ハカに合いません。クラッソン、ムペンサ前に上がっていきます。ムペンサ、この選手はハンデルエルスト。うわすごい音です、耳をつんざく音。そして向こう側にケルクフォーヘンがいます。1対1の局面打開しました。ケルクフォーヘン、すごいシュートだ、すごいシュートだ。いやー、一人かわしてのシュートでしたが見事でした ね。素晴らしいですね。はい、倒れたな、クラッソン。これはファールですね。はい、素晴らしいシュートです。ただまあ角度とか高さ的にあのゴールキーパーにしてみれば非常に弾きやすいコースではありましたけどね。はい、シュートは素晴らしかったですよ。でも、シホキーパールスツ、流れました。今度はベルギーボールでしょう。ファンメイあたりが合わせられたような感じだったんですけどね、今惜しかったですね。はい、このシーホの動きです。狙ってきましたか、かわした、ラストパス、あー決まった、オリベイラ2対0、シーホ・オリベイラ2対0、大きな得点です、ベルギー。今のはもうシーホの突破で決まりましたね。はい、はい、いやー見事な得点です。シーホは本当に今のは一人きれいにかわして、はい、でこのパス、もうこのパスが出た時点でもう決まりですね、この突破ですけどね、はい、あー見事です、これは見事です。これ一回逃げて、まあ、オリベイラもうまいポジショニング取りましたけどね、はい、ものの見事に2点目、オリベイラ今日2ゴール2対0、13分と、そして今31分。こうなるとちょっとあれですね、トルコ厳しくなってきましたね。厳しいですね、はい、コーナーキック、まあ、トルコとしては何とかして、最低でも1対21点差で前半を終わりたいですね。はい、はい、いやしかしこれ2対0、ベルギーはあのアウェーらしい戦い方っていうんですかね、いい戦い方ですね、ちょっとこれミスキック、あーしかしことなきを得ました、トルコチャンス、オグンいいところにいます、シュートまで持ってきません。狙いますか、これは右足です、ちょっともったいなかったですね、最後はまとまりませんでした。まあ、今のもトゥガイ・ハカンのラインでしたけどね、はい、今日もしかしシーホの動きというのがまだ何か鮮やかに脳裏に残っています。
ムペンサ、あ、狙いますか、ムペンサへ、いいパスが来ました。ちょっとトラップが大きい。このスペース空いていました。オクタイ、サート外です。おっとヒールで上がりません。アリフ、いいタックルですね今の。はい、とにかくここのサポーターというのは異常なテンションというのは世界的に有名な話です。ちょっとこの 2-0 というのは気になりますよね。そうですね。このままでは前半終わることはできません。トルコ、さあチャンスです。よくかわした、シュート、うまい、うまい、これはすごい。トルコ2対1、素晴らしい。オクタイ、いやートルコのファンです。今何人かわしたんでしょうか。すごかったですね今のは。見事なオクタイ、見事な得点、2対1。決して速いドリブルではないんですけどね、はい、最後のシュートまで、はい、憎いばかりに冷静でしたね。何かあのファーサイドにも人がいたんで、その分のケアもしなければいけないという意識が若干ディフェンダーにあったようでね、こっからまあこれがまたものの見事に抜いていきます。これでも3人ですか、はい、これ4人ですね。あー、これは見事なシュートです。オクタイ決めてこれで2対1。さあチャンスになりました。オグン、シュートまで持ってきそうだ、シュート、あー今のはもったいない、もったいないですね、はい、惜しいですね。いい流れになってきましたトルコ。いやーこれはオグン惜しい。大変人気のある選手です、オグン。しかし戸塚さん、はい、面白くなりましたね。そうですね、これは十分トルコまだチャンスありますよね、はいはい、ヨーロッパとアジアの間に位置しますトルコ。国土の9割はアジア大陸に接していますトルコ。代表チームとしては1950年のワールドカップスイス大会、まあ、それ以来の大会出場を狙うということになりますが、ずいぶん長いこと、しかしワールドカップという表舞台からは遠ざかってましたね。そうですね、まあ、昨年の欧州選手権で一つきっかけをつかんで、はい、でまあ、フランス目指してるわけですけどね、自力のあるところを見せています。まあ、期待の若手のオクタイが決めたということで、そのチームとしてのテンションというんですかね、それも高まるでしょうね、はいはい、さあトルコチャンスになりました。これ発煙筒の煙でしょ。ですね、すごいですね。さあ一人かわして、いいサイドチェンジです。一発クリア。ただまあこれぐらいの厳しい状況を耐えうる精神力っていうのも多分まあベルギーの選手は当然あると思うんですよね、はい、まあ、それだけにこうどっちが切れずに頑張るのかなっていうのが楽しみなところですけど、はい、この時間帯ちょっと追加点欲しいですね、ここで畳みかけるとトルコは本当に一気に、はい、行きますね、はい、開けてきますね、道が。惜しまれるのは先ほどのオグンのゴールの右に外れたシュート、あれは決定的でした。同じようにドリブルで抜いていきました。そうですね、まあ、しかもあれ中央でしたからね、はい、オーグンです。かなり後方からの司令塔的な役割をします。さあ、うまいですね、今のも。シーフォですね、
C4、 状況を見ながら C4、 オリベイラ今日2ゴール、 C4、 今度はトルコボールになりました。残り時間があと6分前後、前半です。2対1、両チーム合わせて3ゴール入りました。2点を先行したベルギー、トルコが1点を取りました。見事なオフタイのシュート、ドリブルで4人5人かわして、まあ、最終的に決めたわけですが、ご覧のようにオリベイラ2ゴール、オフタイが1ゴール。トゥガイ、まあ、この辺でトゥガイに持たれる分にはいいんですけどね、はいはい、ペナルティーラインに近いところで前を向いてボールを持たれるとベルギーはちょっと怖いですね。はい、やはりスピードこの辺は本当にスピードに乗ってるんですね、はい、残り時間が前半5分です。ハカン・ウンサルが入れました。もう一人のハカンここにいます。見応えのある試合となりました。さあ入れます、オグン、ロングスローになりそうです。チャンス、シュート、あーっと右足、トゥガイ頭抱えるのよくわかりますね。随分しかし今のは外れましたね、決定的でしょこれ。そうですね、ゴール正面でしかもフリーでしたからね、はい、ループを狙おうとしたんでしょうか。うーん、まあ、あまりにも外れましたね、はい、イメージとしてはおそらくゴール右上あたりでしょうね。あ、4分、残り時間4分です。さあここまでで前半目立ったところ挙げていただきたいと思いますが、はい、やはりあの 2得点取ったオリベイラですね。オリベイラ、はいはい、それとそれにつながる C4 のプレーですね、はい、トルコの方はどうでしょうね、あの1点取ったんですけどね、はい、今のトゥガイのシュートに代表されるようにあのペナルティエリアの中のこう惜しいところでのシュートミスがちょっと目立ちますね、はい、そうですね、はい、まあ、展開としてはすごく面白い、はい、経過になってるんじゃないですかね、この人が2ゴールのオリベイラ、そしてこの人が得点に絡んできます、 C4、トルコ危ない、ちょっと危なかったですね今のは。危ないですね、はい、まあ、それほど難しいクロスじゃなかったですからね。やはりしかしずいぶん滑るんでしょうか、今のファンブルはしかしこれ致命的です。よく戻っていました、オグン、嫌なリズムになりました。トルコ、ベルギー、ムペンサ、ノーホイッスルではありません、ファウルがありました、まあ、ムペンサその前にちょっとあの反則気味に倒されてボール奪われてましたんでね、はい、キャプテンのレセフ、そしてこの人はトゥガイ、かなり下がり目になってます。サイドを変えてきました、アリフ、あーっと倒されました、ホイッスルありません。続いているアドバンテージを見ている、チャンス、トルコ、懸命に追いました。こちらはハカンですね、はい、ハカンスクール、さっきの接触プレーですかね、ちょっと足を痛めたようですね、はい、
オリベイラ。ああ、オリベイラうまい。嫌なところに入れましたが、そのままです。オグン、さあオグン、逆にベルギー、残り時間2分です。シーホあと1分。いいとこ出しますね。これバックパス、2-1で折り返しますか。ワンチャンス狙ってきますか。トルコ何度も同点に追いつくチャンスがありました、はい、ただまあ1点のビハインドでしたら、はい、地元ですからね、はいはい、チャンス空いている、空いている、センタリングで今手に当たったのではないかという場内の客のそのアピール。しかしプレーは続いています。トゥガイ、あークラッソンの足、いい守りを見せました。オリベイラ、このリベイラの動き、ね、オリベイラ、ドリブルで中央でいいパスがムペンサに出た、抜けた、ムペンサシュート、オリベイラハットトリック3-1、ハットトリック。いやー大きな1点ですね、はい、45分、これは大きいですね、大きいですね、時間的にもすごく大きいですね。ハットトリックオリベイラ、ここでムペンサがよく頑張りましたよね。頑張りましたね、はい、ちょっとあの苦しい体勢になっちゃいましたけど、はい、乗っています。まあ、ただそもそもあの自陣右サイズでオリベイラがうまく抜けたと、抜けてたところから始まってましたからね、はい、この得点は、はい、この1点は何か1点以上にダメージがありますね、これは結構この試合左右するでしょうね、いけるぞという気持ちを一瞬にして萎えさせました。これはベルギーにとってはもう最高の追加点です。ロスタイムに入っています。何かあの場内の音までが浸透しましたもんね。そうですね、あ前半が終わりました。いやー、辰子さん、面白い前半でしたね。両チーム4ゴール、はい、まあ、非常に目が離せない45分だったと思います。はい、はい、どうですか前半振り返って。ベルギーの良さが非常に出た45分だったんですけれども、はい、トルコもですね、あの1点取った後は非常に良かったんですけどね、はい、あのオリベイラの3点目だけがトルコにとっては余計でしたね。そうでしたね、はい、それにしてもオリベイラは切れてましたね。前半終了です。3-1ベルギーリード。トゥヌーカ97インターナショナルオープン、知性と品性の華麗なる共演、スヌーカー、世界を股にかけ活躍するトッププレイヤーたちがこの大会に参加しています。スヌーカー97インターナショナルオープン決勝は金曜日午後4時からの放送です。エキサイティングハンドボール、ヨーロッパの国民的スポーツハンドボール、世界選手権熊本大会を機に日本でも人気上昇中。エキサイティングハンドボールドイツブンデスリーガは今日午後10時32分よりお送りします。トヨタアトランティックシリーズ、トヨタのワンメイクマシンを使いテクニックを競い合う未知の才能を秘めた若きドライバーたち。
たアトランティックシリーズナザレスは今日午後2時からの放送です。さて前半が終わって3対1ベルギーがリードしています。グループの7です。後半に行く前にそれではグループの5の今ハイライトシーンをご紹介しましょう。ロシア対ルクセンブルグです。まあ、戦前の評価ではやはりロシアが優位と言われておりましたが、試合の方はこれロシア勝ったわけですけども、はい、ハイライトシーンちょっとご紹介してください。これ前半の20分ですけれども、はい、10番のケチノフですか、これが先制ゴールです。先制ゴールですね、はい、あまりグラウンドよくありませんね。その中でまずはケチノフの先制ゴールです。ロシアのこの大会での評価というのはどうなんですか、予選では。いい感じで滑り出したんですけどね、この前キプロス戦ですかね、はい、引き上げてしまったんですよね、これが追加点です。2対0となった瞬間です。まあ、本当にメンバー的にはロシアも西ヨーロッパでプレーしている選手がものすごいいっぱいいますんでね、はい、最後シムテンコフ、これは文句なしですね、はい、3対0。ただ実力を考えますと 3-0 というスコアは、まあ、これホームですので、ちょっと不満が残るんじゃないでしょうかね。あー、なるほどね、はい、うん、相手はルクセンブルクです。結局3対0で勝ちました。ご覧のように入っています、グループの5。これがグループ5順位表なんですが、何か特徴はありますか。はい、今イスラエルがトップ、ブルガリアがややちょっと出遅れまして、まあ、イスラエル強いですね。強いですね、はい、ですから上3つの戦いになるんじゃないでしょうかね。あー、なるほどね、はい、グループ5の順位表をご覧いただきました。さあ、こちらはイスタンブールです。3対1、ベルギーリードでこれから後半を迎えます。どうぞこのままお楽しみに。ESPN 5月はヨーロッパサッカーがいよいよクライマックス。ヨーロッパのクラブチームナンバーワンを決めるヨーロッパチャンピオンズリーグ、今月は決勝をなんと衛星生中継で放送。さらに決勝の直前スペシャルも合わせてお楽しみください。また NBA も佳境を迎え、ますます目が離せない。今月もスポーツは ESPN でお楽しみください。98フランスワールドカップ予選。ワールドカップは4年に1度のサッカーの祭典。限られた出場権をめぐり、世界中のプレイヤーが夢をかけて戦います。98フランスワールドカップ予選、オーストリア対エストニアは今日午後8時からの放送です。ここで番組のお知らせをいたします。スポーツアイ ESPN では5月の15日木曜日午前3時25分より衛星生中継でヨーロッパカップウィナーズカップの決勝、パリサンジェルマン対バルセロナの模様をお届けします。どうぞお楽しみに。それから5月の29日木曜日午前3時25分より衛星生中継、ヨーロッパチャンピオンズリーグの決勝、ユベントス対ボルシアドルトムントの模様、解説サッカーダイジェスト戸塚圭さん、現地リポートスポーツライター杉山茂樹さん、実況や通貨広しでお送りします。どうぞこちらもお楽しみに。ベルギートルコはこれから後半です。
エキサイティングハンドボール、ヨーロッパの国民的スポーツハンドボール、世界選手権熊本大会を機に日本でも人気上昇中。エキサイティングハンドボールドイツブンデスリーガは今日午後10時32分よりお送りします。98フランスワールドカップ予選。ワールドカップは4年に一度のサッカーの祭典。限られた出場権をめぐり世界中のプレイヤーが夢をかけて戦います。98フランスワールドカップ予選、オーストリア対エストニアは今日午後8時からの放送です。さてそれでは後半に行く前に前半のハイライトシーンをこれから振り返ります。両チーム合わせて4ゴール入りました。ベルギーが3点、トルコが1点です。ベルギーはなんといってもオリベイラハットトリックです。まずはベルギー、これが先制ゴールになります。戸塚さん、はい、これからスタートしたわけですが、そうですね、やはりこれちょっとトラップしたかったような気もするんですけども、はい、うまく結果的にですね、はい、ゴールにボールが流れてくれましたね。はい、はい、起点となったのはシーフォがまず左に叩いたこと。はい、そうですね、はい、それからこれが2点目になります。これは本当にシーフォのこの個人技から生まれたゴールと言ってよかったと思いますね。はい、はい、最後はオリベイラ、はい、しかしシーフォ見事なアシストでありました。オリベイラのポジショニングも素晴らしかったですね。はい、 2-0 となって今度はご覧いただきますが、まずはこれシーフォ先ほどのプレー、うまいですね。まあ、よく見て綺麗にボール上げてますよね、はい。トルコ1点、詰め寄るシーンです。このドリブルは素晴らしいですよね。これは素晴らしい、はい、すり抜けましたね。まあ、オフタイ、はい、同じ選手が被ってるんですけども、結果的にまあ6人かわしたことになるわけですかね、これ。はい、はい、このオフタイのステップ、また最後のシュートが非常にこう落ち着いてるんですよね。そしてこれは45分でのゴールです。はい、まあ、こうムペンサがよく頑張りまして、そして最後がオリベイラですね。はい、はい、この1点が持つ意味というのは非常に大きいんじゃないでしょうか。はい、トルコの反撃に水を差した一撃です。これがデータなんですが、戸塚さん、はい、ほぼイーブンですね。そうですね、シュート数互角ですけども、まあ、はい、コーナーキックの多さがですね、はい、まあ、トルコが押し込んでいたということで、分かるんじゃないかと思いますね。イエローカードがまだ出ておりません。オフサイドは2つトルコにありました。まあ、あとはやはりベルギーの方は、どうしても反則が多くなってしまいますね。はい、前半ご覧のようなデータで、そして3対1というスコア。さあ後半が楽しみです。トルコ対ベルギー、それではこの後後半です。スポーツ ESPN ウィークリーガイド、金曜日午前11時からはオランダサッカーアムステルカップ決勝をお送りします。土曜日午後3時からはプロ野球パシフィックリーグ中継パワーベースボール、オリックス対近鉄を生中継でお送りします。
アトランティックシリーズ。トヨタのワンメイクマシンを使いテクニックを競い合う未知の才能を秘めた若きドライバーたち。トヨタアトランティックシリーズナザレスは今日午後2時からの放送です。さあいよいよ後半です。差が2点ありますが、戸塚さん、はい、どこに注目しましょう後半。そうですね、はい、まあ、先にどっちが1点取るのかっていうのがまず一つ大きなポイントですよね。はい、はい、まあ、ベルギーはこのまま当然逃げ切りを狙うでしょうし、はい、トルコは早い時間に1点取って、リズムつかみたいですね。はい、これはトルコのワールドカップでのいわゆる戦績ということになりますが、はい、54年ファーストラウンドです。まあ、一度だけなんですよね、今大会まで進んだことがあるのは。はい、一方のこれベルギーでありますが、何か特筆すべき点はありますか。まあ、あの86年のこのセミファイナル、はいはい、準決勝まで進んだっていうのことですよね。まあ、90年も94年もいいチームだったんですけども、はい、あと一歩です、でしたね。そうでしたね、はい、さあいよいよこれから後半です。あれからまた気温が下がっています。吐く息も非常に白く見えます。前半ちょっとスリッピーな部分がありましたこのグラウンド。さあ後半の45分が始まりました。あー、メンバー変わっていますね。そうですね、やはりトルコは動いてきましたね。そうですね、しかも いっぺんに2人ですか、はい、なかなか思い切った起用ですね。そうですね、思い切ってメンバーを変えてきました。トルコがまずタイルルが入っているようですね、はい、そして5番をつけておりましたハカン・ウンサルが退いています。それから16番のセリルが入って、そして6番のアリフが退いています。一方ベルギーもこれ16番のドルが入りましたね、はい、そして5番のスミッツが退いています。さあ今発煙筒の煙がようやくちょっと上空から去りました。3対1、最後のロスタイムの1点はトルコにしてみれば余計でしたね。そうですね、まあ、ベルギーはあの1点取ったことによりましてですね、はい、結構落ち着いて試合進めることができますね、はい、そうですね。前半だけで4ゴール。後半どう立て直しますかトルコ。当然これ点を取りに来なくてはいけません、はい、まあ、厳しい戦いです、はい、トルコの方は、まあ、16番のセリルはですね、はい、オランダ戦では先発で出てましたんで、はい、まあ、前線に厚みを持たせるんでしょうね当然、はいはい、まあ、やはりその交代選手をいかに使うのかっていうのも後半戦の一つの見どころでしょうね。投入の時間帯といいますかね、はい、さあトルコです。背中を軍シュート。その前に、はい、ちょっと今あの、はい、どうなんでしょう、主審のそれが鳴ってなかったんでしょうか。あのトルコの選手、あ、ベルギーの選手の反応が妙に遅かったんですよね。はい、そうでしたね。このまま流れたようですね、はい、16番はセリル。16番のセリルと18番のタイルルがトルコ入っています。退いたのはハカン・ウンサルとそれからアリフです。まあ、タイルルの方はまあやや中盤気味で、はい、セリルはもうちょっと前の方じゃないでしょうかね、はい、まあ、いずれにせよ2人とも攻撃に厚みを加えるためでしょうか、はい、アウェイの戦い方としては理想的。ベルギー前には例のごとくムペンサとそしてオリベイラ、シフォは例のごとくかなり下がり目のプレーをしています。しかしここぞという時にはこの人は上がってまいります。
人がシーホームペンサ、往々にしてよくあるのは前半あれだけ点が入りますと後半が対照的に入らないんですよね、はい、そうですね、まあ、ベルギーはもうあのそれほどゴールっていうのは狙ってこないでしょうしね。そうでしょうね、はい、もうこれで十分です、まあ、もちろんトルコは勝たなければいけないと思ってるでしょうからどんどん攻めてくるんですよね、はい、逆サイドずっと手を挙げてるのはタイフンですがそこまでボールは来ません。あーっとかわしたセンタリング、おーっとボレーシュート、今のハカン、はい、もったいないですね。このトゥガイの、まあ、シュートがパスになりましてね、狙いすましたフィニッシュだったんですけども、これはちょっと惜しいですね、はい、枠に持っていきたいですね、はい、今日はこういったシュート比較的多いんですトルコ、あのうち1本でも決まっていると随分展開は変わるんでしょうけどね。危険ですね、こういうのは。シーフォーカット、オリベイラ、キーパールスツ、まあ、ただベルギーもあの2トップとですね、はい、シーフォーを除いてはまあほぼ自陣に入っているような形になってますので、トルコも点を取るのはなかなか難しいですよね、はい、もう常にこういう感じで前からきっとプレッシャーかけてくるでしょうし、スペースないですからね、うん、11番の奥田は見事なドリブルで前半に1点を取った人です。ベルギーキーパーデビルデ、ケルク・フォーヘンは左サイドです。うん、キレイに抜けましたよ、はい、わずかに合いません。オリベイラ、ムペンサ、さあワンツー、ムペンサ、あームペンサ体を入れました、もういい仕事しましたね、はい、センタリング、こちらがオリベイラ今日すでにハットトリック、キープしています。トルコボール、レセプ、それにしてもベルギーの選手のキープ力は驚きますね、はい、あの本当にボールキープも高いですし、少ないパスの交換で確実にこうゴールレンジまでボール運びますよね、はい、トルコイスタンブール、はい、先ほど の, あのケルク・ホーヘンのラストパスも非常にいいコースに入りましたからね。そうでした、わずかにオリベイラに合いませんでした。その前途中でカットが合いましたが実にいいところです。アリサミエンスタジアム、黄金です。チャンスか、シュート、最後はトゥガイですね。トゥガイですかね、はい、潰されちゃいましたけども、はい、このシーフォー、いや本当によくボールにされますね、シーフォーは。まあ、こうやって彼にボールは集めてるんですけどね、みんなね、はい、
いい格好で出ました。これクラッソン、あーヘディングシュート惜しい。オリベイラ、今のはジャンプせずにかなりあの力を込めたんだね。はい、あのちょうどバックとバックの間にポジションを取ったんですかね。はい、フリーでしたけども、はい、狙いすました一撃は残念ながらゴールキーパーの真正面でしたね。しかしシーフォからクラッソンを経由してオリベイラまで、はい、何にも障害物なく進みましたね。シンプルに進みましたね、フィニッシュがね。トルコの方は障害ばかりなんですけどね。本当ですね、対照的ですねこれ。バンデレルスト、これがシーフォです。シーフォは今開いています、左サイド、まあ、6番のファンデレルストも長く代表にいますけど、なかなかこう渋い選手ですよね、はい、地味ですわね。いい働きすると思いますよ、さあ抜いてきました。このドリブルです。クラッソン、クラッソン上がります。このクラッソンも右サイドで運動量豊富にいい働きしますね。はい、オリベイラ、これは途中でカットされました。シーフォはゆっくり戻ります。裏を突きたいハカン、あーハカンです。センタリングチャンス入れました。ここはダメ。シーフォ、やはりあのベルギーは勝ってるだけありまして、こうチーム全体として歯車がうまく噛み合ってますね。はい、ムペンサ、ケルクホーヘン、キーパーのルストです。そうですね、確かにお話のように、はい、逆にトルコはやはりどこかでちょっと狂ってると言いますかね。そうですね、これが 2-1 だったらまた違ったんでしょう。まあ、当然あのベルギーの方にはさらなるプレッシャーがかかってるでしょうからね。45分目のオリベイラ、効きました、追加点。さあトルコおなじみのいわゆる音楽が鳴り出すんですが、ここはとにかくスタジアム中で音楽鳴りますよね。そうですね、まあ、ただ互いにとってこれ当面の2位争いの敵になりますからね、はい、この試合が持つ意味というのは非常に大きいですから、はい、まっすぐ伸びてきました。ハカンへチャンス、3人に囲まれました。シーフォー慌てません。オリベイラ、オフサイドですね。オフサイドですね。トルコが前にあの前がかりになってますので、はい、やはりシーフォなんかボール持つとかなりスペースがあって余裕を持ってボールも出ますね。あ、オフサイドです。この挑発の5番の選手はスミッツ、ここでドルが、投入ですね。そうですね、はい、ここで交代です。ちょっとこの交代選手はですね、僕もあの初めて見る選手が多くてですね、これは狙いとしてはちょっと守りを固めてきたというようなニュアンスがあるんでしょうか。まあ、あのディフェンスの選手ですからね、はい、守りを固めるか、あるいはこのマークをもっとはっきりさせるとかですね、そういう狙いじゃないでしょうかね、はい、さあコーナーキックになりました。難しいボールはベルギー、シーフォです。しかしこの人ルーズボールのところ、必ずシーフォありですな。ハカン、さあもう一度シーフォへ。これはちょっと途中読まれてました。今でもただあのミスパスっぽかったんですけどね、シーフォのこのボールの体の使い方ですかね、はい、それでことなく言えましたね。この人も目立つ一人です。オリベイラ、トルコはなかなか活路見出せないですね、はい、むしろベルギーがうまく試合を運んでるなという印象が強いですね、またオリベイラだ。あーっと
お話のように数少ないチャンスですが確実にものにしてきます。まあ、本当にあのフィニッシュまで持ち込めなくてもベルギーがコーナーキック取っとけばいいですからね。はい、ルペンサ、オリベイラのトゥートップもいいようですね。そしてその後ろにシーホ、さらに両サイドの上がりがいいようです。クラッソン、そしてケルック・ホヘ、あっとどうしましたか、物は当たりましたか。ちょっといちょっとあの映像分かりませんでしたかね、はい、物が当たりましたか。ちょっと意外な倒れ方をしました。往々にしてこれあるんですよね、はい、何か投げられたようですね、物が投げられて、まあ、選手だけでなくあのゴール裏のカメラマンの方とかもよく物が当たって、はい、そうでしょう、はい、怪我なさったりする場合あるんですからね、はい、であの遠くから投げて当たるのかいなと思うんですが意外にこれが当たるんですね、はい、まあ、小さいものでもあの遠くから投げてる分こう当たると破壊力を増してますんでね、はい、たとえそれが本当に小さなコインにしても、はい、流血を見るようなそういうダメージを与えることがあります。今肘ですかね、まあ、危ないですからね、やめていただきたいですよね、これはいけませんね、絶対いけません。試合は中断しています。ましてやシーホに当たりました、これちょっとよくありません。オリベイラ、トルコというのは冒頭でご紹介した通り本当にサッカー熱の高い地域、地区、まあ、国であります、はい、したがってこれあのアウェイのチームが勝って帰るとなると非常に警備の問題とか今もすでに心配になりますよね、はい、あの前半出てくるピッチに出てくる時もあの、ベルギーはシーホを中心として警備員にがっちり囲まれて出てきてましたからね、そうですね、物々しかったですね。これ本当冗談抜きで発砲騒ぎもありますし死傷者が出ることもあるんです。トルコというのはその意味では有名な国なんです。これも惜しい、惜しいですね、はい、惜しい形ですが、はい、まあ、ただあのベルギーのディフェンダーがなんとかですね、はい、こうハッカーをフリーにしないように、はい、最後までくっついているのがですね結局は功を奏していますよね、はい、攻め、試合自体は非常に面白い試合となっています。これで今のようにシーホも、はい、あのやっぱり中盤ではちゃんとこうチェイスディフェンスしてますからね、はい、まあ、歓声はかなりこれ高まってますけどもトルコは本当に決定的な形このままだと作れないですね、はい、セイハカン取れない、ちょっと前が塞がってますねこれ、はい、そうですね、オグンはこのディフェンスには終始しています。オグンのロングクロス、かなり精度の高いものがありますが、シーホ、シーホはゆっくりと前に来ました。クラッソン、イタリア・ナポリで活躍しています。後半になりましたあのこの10番のトゥガイがなかなか出てこなくなっちゃいましたからね、出てきませんね、はい、そうなるとトルコはやはり苦しいですけどもこれは反則でしょうね、はい、はい、倒れたのはハカン、イエローカード出るでしょうね、あ、そのようですね、完全にもうハカン抜け出してましたからね、そうでしたね、はい、あ、最後はスミ、いや、ファンメイでしょうか、ファンメイは手前の選手をマークしてましたね、そうでしたね、そうでしたね、はい、6番のファンデルエルストですか、ファンデルエルストですね、
この位置からです。シュートへ。トルコはこのパターンよく使うんです。股を抜いてね、フェイントをかけながら後方の選手が打っていく。最後打ったのはオグンです。シュートそのまま良かったんですが、キーパー正面でした。ちょっとディフェンスの人数がいかにも多く、これトルコ攻めづらそうです。ああ惜しい。ようやく上がってきたのは10番のプガイ、そして前にはハカンです。ムペンサ、頑張りますね。ムペンサ、はい、この位置で見ておりました。トルコボール、先ほどイエローカードのファンデルエルスト、オグンとムペンサ、しかしテクニック的にトルコの選手はうまいですね。はい、オーグンなんか本当に、はい、トゥガイですか、本当にうまいですね。うまいですね。タイフン、この人はタイルル、やはりハカンなんていうのは本当に大きいですからね。ちょっとしたフェイントでも相手がこうガクッとこう、振られてしまうんですよね。はい、さあトルコ、取る前からタイフン、タイルル、やはりトルコスペースを見つけるのが難しそうですね。非常に、ね、はい、非常に苦しい中、ハカン、いいくさびです。しかしシーホ、ムペンサ、ベルギーの方ははい、ボールをもうキープするような格好になってますよね。はい、オリベイラです。小刻みなステップ、まあ、ここでもコーナーキックかなんか取ろうと、これ狙い通りでしょうね。オーライですね、はい、結果オーライです。上々のベルギーのこの攻めと守り、理想的に進んでいます。そしてコーナーキックベルギーですが、少しでも遅いともうね、大ブーイングですね。もう本当にただゆっくりゆっくりですね、ベルギーの方は、はい、シーフォ蹴ります。今日もしかしシーフォの存在感はすごいんじゃないですか。大きいですか、はい、あーゴール前チャンス、シュート。最後はディフェンダーに当たりましたね、今ね、今左のコーナーですけども、今ずいぶんディフェンス薄くなかったですか。はい、ちょっと、エアポケットのような感じでしたね。はい、はい、危ないですね。さあシーフォもう一度ショートコーナーを使います。うんと面白い、オリベイラ、嫌なところに入れました。ここから早く、攻め込みたいですね、トルコ、はい、はい、セリルからオフサイド。今のこのボールの持ち方見てる限りだとなかなかオフサイドっぽくはないんですけどね。うん、しかしだんだんこのベルギーのペースにトルコがハマってきたような印象を受けますね。はい、はい、完全なベルギーペース、アウェイでの試合はこう戦うんだ。3対1、後半に入ってから両チーム点が入りません。とにかくこのグループ7はオランダが抜け出しています。要は2番手争い。さあ改めて戸塚さんにもう一度伺いますが、ヨーロッパ地区のその代表、つまり本大会必要国はフランスを除いて14カ国、はい、はい、そうですね、はい、グループ9つありますけれども、はい、各グループの首位とですね、一番成績のいい2位、合計10個がですね、はい、この予選のみで
本大会出場することができまして、はい、はい、2位の国がですね、はい、8個残るんですけれども、これがホームアンダーウェイでプレーオフやりまして、はい、勝った4カ国が、追加といいますか、さらにフランスへの切符を獲得することになりますね。はい、はい、まあ、大体グループの予選は10月ぐらいで終わるんですけれども、はい、まあ、プレーオフも含めますと11月あたりまで、持ち越されるんでしょうかね、うん、ですから非常に長い、戦いになりますね。本当ですね、はい、この2位に入らなくてはもう全く意味がありません。はい、ですからまあ最低でもですね、グループの2位に入らないと、もうフランス行きは絶望になりますね。そうですね。でこのグループ7に関して言うなら、まあ、これオランダの1位通過というのはほぼ確実と見ていいですか。はい、先日ですね、トルコがまあオランダに土をつけましたけども、はい、戦いぶり見てますと、やはりオランダが抜けてるという印象を受けますね。そうですか。はい、その中でのトルコとベルギーの2位争いです。であとはウェールズ、サンマリノですから、やはりこのトルコかベルギーが2位じゃないかと。はい、はい、交代があります。あー、ムペンサ下げましたね。そうですね、14番のレモイネを入れましたね。もう完全にこれはディフェンシブに行くという、その姿勢がベルギー伝わってまいります。まあ、ミッドフィルダーとフォワードの区分けっていうのはなかなかこう難しいんですけども、もともとこのトルコ戦に当たってベルギーはディフェンスとミッドフィルダーを比較的多めに選んでですね、はい、前線は非常に少ない構成で臨んでるんですよね。ですからもうそこからも、まあ、少ないチャンスで得点取ろうっていうのが伺えると思うんですけども、はい、着々と今打つ手は、はい、自分の当たってますね。その数少ないフォワードのオリベイラが3点取りまして、はい、ペンさんもいい働きしましたからね。はい、でこの人を軸に回っています、シーフォ。チャンスになりました、オグン。いいでしょう、ワンツーだね、抜けた。今まあ右に流したんでしょうけどね、はい、自分で打ってもよかった。最後トライ。いやしかし前がぽっかり開きましたね。はい、いいリターンをもらいましたが、ちょっと見ていただきたいんだな、これはもうその後のプレーです。蹴るのはトゥナイ、キーパーデビルデ。あー、ホイッスルがありました。もう一度ゴールキックに変わります。はい、ベルギーちょっとヒヤリとしましたね今。はい、ハカン、ゴールキーパー出たんですけど、うまく触ることができずにそのボールがハカンに行ってしまいましたからね。そうですね、ここなく決めましたベルギー。これまた1点入ると違ってきますからね。はい、そうですね。はい、差は2点というところで、かなり精神的には優位になっているこのベルギーであります。仮にトルコが本当に1点差詰め寄りますと、またムードはガラッと変わります。ちょっと今賃貸ムード。もうベルギーも右の選手に流して打つんだろうっていうのはそろそろ分かってると思ったら違うパターンできましたね。何かプレーが中断します。オグンがかなり前でのプレーです。ここでの反則を取ったんでしょうけども、アドバンテージで良かったですよね。はい、ケルプフォーヘン、シーフォ。さあオグンです。ハカンはヒールで、ベルギーは慌てることはありません。
この交代で入りました14番のレモイネが中盤に入りまして、はい、7番のシュテイレンスがちょっとだけ前目になってますね、後進は。そうですか、はい。レセフ、もう一度レセフ、おお抜けました、ハイフンです、コーナーキック、これはハミです。誰と交代しますか。大歓声というよりも何か、あー、トゥガイですね。トゥガイを下げるようですね。ハミに変えました、はい。これは何かかなり思い切った手にできましたね。そうですね。ゴール前です。弾いている、ヘディング、さあコーナーキック、もう一本。まあトゥガイは攻撃の本当に中心選手ですからね。いやー惜しい、ヘディングシュート。ああ最後はやはりハカンか。今トゥガイの出来そのものがそれほど悪かったわけでもないですからね、後半はなかなかボール触れませんでしたけれども、はい、さあベルギーです。あと15分、ここにオリベイラ、さあトルコ、あー潰された、オクタイ、この人がボールを持とうとしますと2人がすり寄ってきました。それくらい今日のオクタイのドリブル、あの1点が見事なものでありました、はい、追撃のゴールですね、非常にインパクトがあるドリブルシュートでしたんでね、はい、そうでしたよね。オグン抜けて、オグン、この人ロングスローがあります。再三チャンスを作ります、このロングスロー、こぼれたところにシーホー、シーフォがルーズボールの本当に狙いがうまいと言いますか、はい、よく拾いますね。そしてシーフォを軸に回りますので必ずシーフォを経由します。こうなるとこれ戸塚さん、はい、トルコは何が今必要ですか。まあ、ゴールが必要で、そのために何をするかというところなんですけどね。ああ抜けてきましたね、しかしこれ、はい、時間帯もあってですね、そろそろこうトルコもじりじり来てると思うんですよね。でベルギーは引いてますし、なかなか難しいですね。まあ、そう考えますと、前半何度かありましたゴール正面からのシュートですとか、後半のハカンのシュートですとか、ああいう決定的な場面を逃してしまったのがちょっと惜しまれますよね、はい。まあ、単純にハイボール入れてもいくらハカンとは言っても、なかなかベルギーのディフェンダーにはそんなに高い確率では競り勝てないでしょうからね、最後の見せました、これハカンです。気持ちが伝わってきます。競っていたのはデルーバー、センタリング早めに、チャンス、奥へ倒される、ホイッスルなし、
まあ、タックルしたのはシーホですけど、はい、いやー一転してこれベルギーチャンス高キーパーです。うまく足元すくいました。今のは危ないですよね。危ない、危ないですね、ただまあトルコとしてはあれぐらいのリスクをかけても攻めに出てますんでね、はい、まあしかしあの一つ前のそのシーフォのあの表情なんですが、ああいうあたりうまいですね。うん、そうですね、実にその何と言いますか、相手の心を和やかにさせる、まあそこまでいかなくてもトラブルを起こすのを未然に防ぐような笑顔です。これ実際どうですか、ちょっとボールにあまり触ってないように見えますね。のように見えましたね、レセプ、タイフン、ハカンを狙っています。ターゲットオグン、ベルギーはこれで十分です。あとはトルコの猛攻をどうしのぐかベルギー、課題はそこだけ。まあ、ただ う,、はいはい、うまくベルギーの方としたらこう自分たちが敷いてる網にはめているという印象ですね、これ。残り時間が10分です。これベルギー仮に今日勝ちますとトルコ戦2連勝、大きいですね、はい、非常に大きいですね、やっぱ直接対決に勝つっていうのが何よりのこの、ポイントになりますんでね、はい、ワールドカップの予選、ヨーロッパ地区は熾烈です。その中でもこのグループ7は非常に熾烈なグループ。2番手争い、さあトルコ。ちょっと力入ってますね。はい。逆にホームであるということがちょっとプレッシャーにもつながってきます、トルコ。熱狂的なファンの前でこのまま敗れるわけにはいきません。チャンス、トルコ、いいでしょう。あーっと、これは精度がありませんでした。今のはハカンにもし仮にあったとするようなピンポイントのパスだとしたらすごい。はい、そうですね。そうですね。すごい状況判断でした。ただまあこれあのトルコの攻撃をうんぬんかぬんというよりもですね、はい、やはりこれだけあのベルギーぐらいの実力を持った国に引かれますとなかなか点取るのは、はい、難しいですよね。さあトルコ、その難しいディフェンスの壁をどう破っていきますか。ハイフン、ずいぶん今日この後半この時間帯払います。ボールタッチが非常に多くなりました。非常にこれ攻めづらくなりました。セリルが突破しますか。まあ、やはり最終的には誰かがこう突破して穴を開けないとどうにもならないんですが、はい、チャンスか、センタリング、いいボールが来れば面白い。ダメ、ペナルティエリアも真っ赤なユニフォームばかりですからね。本当ですね。あーっとこういうキックも危ないんですが大丈夫、ことなきを得ました。ゆっくりと目の前にはシーホ、ベテランのファンデルエルスト、前に送ります。ここにはオリベイラ一人。さあトルコの攻め、もうすでにトゥガイがおりません。取らない、シンプルに行きました。ハカン、ハカン倒れた。みんなもはちょっと吹けないでしょうね、はい、ハカンもすぐ立ち上がってますけどね。ベルギーの守り、いやーちょっと行き詰まるようなトルコのこの攻め、あと7分です。
もうトルコはこのディフェンスをどう破るのか、この1点だけなんですが、はい、楽しみではありますね。逆にこれカウンター気味にベルギーですが、ベルギーは慌てません。むしろディフェンスの方にもうすでに頭があります。ボール持ってる分には一番安全ですからね、はい、当然時間かけてゆっくりゆっくりでしょうね。シーホ、シーホキーパーです。トルコもあまりこの辺りでこうベルギーにプレッシャーかけてこないですからね。はい、パスが通りますね。面白いようにシュートまでいくか。オリベイラー、シュートレンスからオリベイラへ。ケルクホーゲンの反則ですね。はい、まあ、まだ試合の方は6分あるんですが、戸塚さん、はい、何かこの両チームの面を分けたもの、何が一番大きかったんですか？いや、 やはりあの45分のオリベイラの3点目ですね、はい、あれがなければあの後半の展開っていうのは本当にガラリと変わってたと思うんですけどね、はい、その前がとにかくトルコが攻めに攻めていただけに、これは大接戦の様相だったんですよね。そうですね、あのちょうど1対2に追いついた後でしたんでね、はいはい、あれは聞きました。オーグン、もう一度オーグン、いやー面白いヘディング、惜しい。最後はパワーポスト、かすめるように外れていきます。いや今のは素晴らしい、このヘディングシュートですね。はい、ブレントです。うわ、まあ、あのヘディングシュートがもう少し内側であったら、あとはファーポストにいた選手がもうちょっと詰めていたらというところですけども、はい、やはりちょっとこの今日のトルコを象徴するようなシュートと言えるんじゃないですかね。このセリルは極めて自分で切り込んでいきます。キーパー3対1というスコア動きません。後半に入ってからは両チーム無得点。残り時間本当に少ないですからね、はい、トルコとしましてはもう1点の目から取っておくということもまた大切だと思うんですね。これリーグ戦ですからね、はい、あーっと破壊へ、いや奥へ、はい、このオグン今日はいい働きしてるんですけどね、彼自身としました、運動量豊富ですし、はい、17番のクリースが出てまいりました。シーフォはもうシーフォが下がりましたね、はい、こちらはお疲れ様ですね。そうですね、シーフォ下がりました。いや今日のシーフォの出来ちょっと改めてお願いできますか？いや素晴らしかったですね、はいはい、まあ2点目に繋がるパスっていうのは本当にまずは素晴らしかったですよね、はいはい、あれはパスを出すように見せかけてフェイントで自分でドリブルで入っていった、はい、そして最後はもう満を持して上がってきたオリベイラにピンポイントで当てましたね。綺麗でしたね、シーフォ
もうすでに予約ごめんです。あと2分です。体勢としてはあと守りきりたいところ。ちょっとお客さんのテンションもかなりぐーんと下がっています。あと目立った選手はベルギーはどうですか？はい、まあ、両サイドのですね、例えば2番のクラスソンとか、はい、11番のファンケルク・ホーヘンなんかも非常にいい働きしたと思うんですけども、はい、やはり全員が今日はいい働きしたと言えるんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、その各選手が与えられた役割をきっちり果たしたというんですかね、はい、キャプテンマークはファンデレルストがつけています。はい、6番のファンデレルストと7番のシュテレンスのベテランですけども、非常に、はい、中盤でいい味のあるプレーというんですかね、はい、あと1分ありません。これはしかしこの1勝ベルギーにとってはかなり大きく、そしてトルコに至ってはかなり手痛い1敗ということになりそうな、そんな気配ですが、ゴール前王軍、古軍奮闘です。まあ、あの今ボール持ってました11番のオクタイが素晴らしいドリブルシュートを決めた時はどうなるものかなと思ったんですけどね、とにかくこの2点差ってのは響きましたね。これ1点差なら今でもハラハラしないといけない。はい、そうですね、この2点差というのが効いています。ロスタイムに入っています。そしてタイムアップのホイッスル、いや、そうですね、いや、違いますか、今のは違いました。なんか選手もみんなちょっと間違えたようでしたけどね。戸惑ったようですね、今のホイッスルの吹き方でね、はい、随分しかし後半は運動量が落ちましたし、これガクッと疲れましたね、トルコもね。まあ、攻め疲れというんじゃないですけれども、ボールを持つ時間は長いんですけどね、はい、なかなかこう穴を見つけられなかったですからね、はい、まあ、ベルギー の, あの最終ラインは本当に45分間ですね、はい、しっかりやったんじゃないですかね、ベルギーとして見ればこれスコア以上に理想的な試合展開だったでしょう、はい、内容もすごいいいですね、はい、そして今長いホイッスルタイムアップです。3対1、ベルギーが見事にトルコをアウェイながら下しました。オリベイラ前半でハットトリック、オフタイの1ゴール実らず、3対1ベルギーがトルコを下しています。エキサイティングハンドボール、ヨーロッパの国民的スポーツハンドボール、世界選手権熊本大会を機に日本でも人気上昇中。エキサイティングハンドボールドイツブンデスリーガは今日午後10時32分よりお送りします。NBA プレーオフ、ロサンゼルスレイカーズ、今年加入したとは思えない存在感、シャックアタックは脅威そのもの、シャキーオニール。クイックなパスからゲームメイク、レイカーズの頭脳ニック・バンエクセル。レイカーズのチームカラー、ファーストブレイクはお任せのエディ・ジョーンズ。精神的弱さを克服し、今シーズン成長度ナンバーワン、エルデン・キャンベル。高卒ルーキーとは思えない活躍ぶり、ファンの期待を一身に集めるコービー・ブライアント。NBA プレーオフ、ご期待ください。
この番組はザ・スポーツカンパニーナイキの提供でお送りしました。お伝えした通りトルコホームで勝てません。ベルギーが3対1でトルコを下しています。グループ7です。それではそのハイライトシーンをこれから振り返ります。これはまあ後半一番のビッグチャンスですかね。はい、ハカンのシュートですけれども、後半は結局点が両チーム入りませんでしたが、ご覧のように惜しいチャンスもありました。トルコ、そして今度はショートコーナーから、これが惜しかったんですね。はい、これも惜しかったですね。ただまあ攻めてる割にはこの2つぐらいしかもう本当に際どいチャンスっていうのはなかったですね。はい、終わってみればご覧のようなデータです。シュート数はトルコ15、ベルギー11です。まあベルギーはしかし印象としては本当に確実にゴール枠を狙いましたよね。はい、本当抜け目なく戦った90分でしたね今日は。まあ、反則は多い割には警告も1枚で収めましたしね。そうでしたね、はい、トルコ13本コーナーキック実りませんでした。さあこれが今の結果を踏まえてのグループ7ですが、これでオランダと1位通過、2位ベルギー、2位通過というのはほぼ固まったんじゃないですか。はい、なんとなくその2つが見えてきたような気がしますね。そうですね、はい、あとはトルコ、ウェールズ、サンマリノ、ご覧のようになっています。まあ、トルコもまだチャンスがないわけではもちろんないですけどね。はい、でこれからの予定ということになります。ベルギーはサンマリノ、トルコはウェールズと対戦します。オランダ、ベルギー、サンマリノ、トルコ、それからベルギー、ウェールズ、そしてオランダとトルコがあります。まあ、逆に言いますとこれオランダがもたついてベルギーが突っ走ったら1と2が変わるというそういう観点になってきましたね今度ね。そうですね、そうですね、はい、でその可能性もありますね、これね。そうですね、その意味では9月の直接対決が面白そうですね。はい、スポーツアイ ESPN ではワールドカップ予選オーストリア対エストニアの模様を5月の5日の月曜日午後8時に解説サッカーダイジェスト戸塚圭さんでお送りしてまいります。どうぞこちらもお楽しみに。今日の試合はトルコ対ベルギー、ベルギーが見事に勝っています。戸塚さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。